西谷光一は日本高校野球指導者。小学2年から少年野球を始め、小学4年の頃よりポジションは保守。報徳学園野球部 OB。高校3年夏、下級生の不祥事により野球部は県大会出場を辞退。1年浪人し、一般入試で関西大学経済学部に入学。公式野球部では2年や秋から控え保守として、 ベンチ入り。チームを側面から支え、3年春の19年ぶりのリーグ優勝と全日本大学野球選手権大会準優勝に貢献。4年時は主にブルペン保守ながらも首相を任され、100人以上の部員をまとめ上げた。大学卒業後、母校、法徳学園でコーチを一時務め、後に大阪桐蔭高等学校に移り、1993年から、 部長を務め、1998年11月に監督就任。2001年一度コーチに退いた後、2002年秋から再び監督として指揮を取る。2004年春の選抜で監督就任後初の甲子園出場を決めたが、野球部内での暴力行為の報告が遅れたため、自身は出場を自粛した。2008年夏の選手権では浅村栄と、 中心とした、強力打線で自身初、同行としては2度目の全国制覇を成し遂げる。2012年春の選抜では、例年通りの強力打線に、藤波慎太郎、森友也のバッテリーを用して、同行、自身としても初の選抜制覇を果たす。同年夏の選手権は、対戦相手に一度もリードを許さない圧倒的な、野球を展開し史上7校目の春夏連覇を達成。 自身としては、春夏合わせて3度目の全国制覇を成し遂げた。さらに秋に行われた岐阜国体でも優勝し、松坂大輔を要した横浜高校以来となる史上3校目の3冠を達成した。選抜大会連覇と甲子園3大会連覇を狙った2013年春の選抜では、大会中に首相でチームの柱である、 森友也の故障など主力が万全でない状態の中での戦いを強いられ、3回戦の県立岐阜商業戦に4の子で敗れ、大会連覇と3大会連覇を逃す。甲子園4期連続出場となった夏の選手権では3回戦の名徳義塾戦に1から5で、敗れ大会連覇はならなかった。選手権を日本代表監督として、 第26回1 8優野球ワールドカップに出場。1次ラウンドを5戦全勝で突破し、2次ラウンドは4勝1敗で決勝戦進出。決勝ではアメリカに2の3で惜敗したものの、日本勢としては2004年大会以来となる準優勝を果たした。2014年夏の大阪大会では、桑田真美、清原和弘の経験コンビを要した PL 学園以来となる。 大阪大会3連覇を達成。同年夏の選手権でも投打にまとまりのある総合力で春夏通算4度目の全国制覇を成し遂げた。2017年春の選抜で春夏通算5度目の全国制覇を達成。なお、決勝は同じ大阪の理正者高校との対戦で同一都道府県同士の決勝は第44回大会での 日大桜川課体日曜日以来で大阪勢同士は初であった。2018年春の選抜で安定した投手陣と強力打線で春夏通算6度目の全国制覇を達成。PL 学園以来36年ぶり史上3校目の春連覇を達成。この優勝により春夏通算の優勝回数が元 PL 学園の中村順二監督と並んで歴代最多となった。 2018年夏の選手権で春夏通算7度目の全国制覇を達成。史上初の2度目の春夏連覇を達成する。今回の優勝で甲子園の春夏通算優勝回数が元 PL 学園の中村順二監督を抜き歴代最多となった。また節目の夏の甲子園第100回記念大会の優勝監督となる。 さらに秋に行われた福井国体でも優勝し、史上初の二度目の三冠を達成した。西岡剛、中村剛成、なり、中田翔、平田良介、浅村坂江と森友香奈、根尾明、藤原康次大など、多くの超高高級スラッガーをプロへ輩出している。打者を乱す際は、一球目から振っていける選手かどうかに、最も重点を置いている。また、 当手も、岩田実、の150キロ左腕の辻内高なり、春夏連覇を成し遂げた、藤並慎太郎、沢田圭介、柿野紀連、横川外らが、プロ入りした。夏の選手権、大会4度の優勝と春夏通算7度の優勝は、共に、歴代最多。春の選抜大会3度の優勝は、最多タイ。甲子園連覇の3度達成は監督として、 史上初の記録である。2019年に第6回ジャパンコーチアワード最優秀コーチ賞を受賞している。ありがとうございます。